皆さんこんにちは。今回はリバイブ版シャア専用ザク2を作ってみようと思います。こちらのキット18年ぶりのハイグレードザク2リニューアルキットだそうです。多色成形になっていますので色の塗り分けは不要です。このように柔らかいパーツと従来の硬いパーツが一緒に成形されています。説明書はカラーとモノクロの印刷になっています。さあ組み立てていきましょう。説明書を見ながら順番に進めます。初心者向けということですので作業手順を細かく解説させていただきますね。切り出しにあたってこのランナー番号を見ながらパーツを探すのですが、小さくて見づらいので養生テープなどでタグを作りましょう。こうしておくと目的のランナーを見つけやすくなりますよ。切り出しとゲート処理を行います。切り出しは模型用のニッパーを使いましょう。私はタミヤ製品を使っています。パーツのギリギリを切らず少し離れたところをカットします。この切断箇所をゲートと呼ぶのですが、このままだとゲートの跡が残りますよね。改めてニッパーを当ててカットしていきます。このカット方法を2回切るので2度切りと呼びます。説明書にも載っている綺麗にパーツを切り出す方法ですのでぜひ行いましょう。ちなみに関節のパーツなど明らかに露出しない部品はそのまま切り出しても問題ないと思います。パーツによってはゲートが曲面に来る場合があります。こういう場合はカッターナイフを使いましょう。力を入れすぎないように少しずつ削ります。ちなみに刃物は押してもなかなか切れません。引くと切れやすいんですね。ですから添える手の位置をよく考えて刃を止める意識で作業をすれば安全かと思います。このように刃を立てて削る方法もあります。これをカンナガケと呼びます。平面を出すことができる削り方になります。ゲートが太いと切断面がとても目立ってしまう場合があります。こういう場合は紙やすりで処理をしましょう。塗装仕上げの場合は800番、1000番、1200番ぐらいが使いやすいかと思います。使い方は簡単です。適当な大きさにカッターナイフで切り出します。番手が分からなくなるので裏に番号を書いておきましょう。そして800番から順に削っていきます。様子を見ながらとにかく力を入れすぎないように優しく削りましょう。主にゲートの箇所のみ削りますが、そこだけだとへこんでしまうので時々全体を慣らすように削っておくと良いでしょう。800番、1000番、1200番と順番に削って整えていきます。削った部分が白くなっていますね。このままで大丈夫？と心配になりますが、最終的にはこのように全く目立たなくなるのでご安心ください。腕のパーツですが、このように曲面にゲートが来ています。まっすぐ切るとプラをえぐり取ってしまう恐れがあります。こういう時は数回に分けてカットすることをお勧めします。そして800番、1000番、1200番と順番に紙やすりをかけます。曲面を出せるように持ち方を工夫しましょう。綺麗に丸く成形ができました。ちなみにゲート跡が隠れてしまうようなパーツもあります。このような場合は切りっぱなしでも問題ないかと思います。肩のショルダーパーツはスライド金型という方法で成形されています。合わせ目がないのでありがたいですね。
この線をパーティングラインと呼びます。これは金型の合わせ目です。無理に消す必要はありませんが、目立つ場所なら処理してみましょう。紙ヤスリを折りたたみ削っていきます。パーティングラインはわずかな突起なので1000番くらいで削れば良いかと思います。最後は1200番で磨くように削って完了です。粉を吹いたようになっていますが、艶を整えれば全く問題はありません。完成後にはこのようになりますので、ご安心ください。さあ、あとはひたすらに切って削って組み立てるだけです。組み立ててからゲート跡やパーティングラインに気づくこともあります。こういう時はそのまま削ってしまいましょう。余分な部分に紙ヤスリが当たらないようにちょっと注意すれば OK だと思います。 YouTube や Twitter にはものすごく丁寧で上手な人がたくさんいます。憧れて目指すことも大切ですが、完璧を求めて疲れてしまっては本末転倒です。プラモデルに求めることは人それぞれ、気にせず手を動かすことを楽しみましょう。はい、組み立て完了です。パーツがすっかりなくなったランナーを見るとすがすがしい気持ちになりますね。ランナーの処理ですが、そのままではかさばるので小さくしましょう。この時プラスチック用のニッパーは使ってはいけません。刃が折れてしまいます。金属用ニッパーなど硬いものが切れる工具で切断してください。コンパクトにまとまったら自体の原理に従って処理してくださいね。ちなみにリバイブ版の特徴はこの軟質素材です。かなり柔らかい。硬質パーツとの選択式となっていますが、問題はゲートの切り出しです。このように結構目立つ位置に来てしまいます。削ってみてもぬかに釘という感じで、毛羽立ってうまく処理ができません。このゲート跡は塗装で処理するか目をつぶるしかないんではないでしょうか。ちなみに硬いパーツの方には武器をつける穴が開いているのですが、こちらの軟質パーツにはありません。さて、今回は組み立て編ということでここまでといたします。次回はエナメル塗料を使った墨入れの方法やマーキング、スポンジを使ったチッピングや汚しの技法などをご紹介します。塗装編としてお送りしますのでお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。